どうも、ふみやんです。メニューです。こうちゃんです。社長です。今回からですね、 YouTube にちょっと僕らも動画とか上げていこうかなみたいなね。いや、なんのだよ。言わせろこの後言うからちゃんと何を上げていくんですか。じゃあ言っちゃいましょう。なんで知らないみたいな聞いてるもん。ちょっと僕らのこの日本のねことをもっと海外の人に知ってほしいなっていう、ちょっとクールジャパンですね。そうそうそう、クールジャパン。うちら半年前ぐらいにタイに行ったんだよね、旅行でね。行ったろ。なんでよ。まあも行ったよ。で、結構ね、電車の乗り方とかマジでわかんないのよ。ああ、そうですね。なんかね、ラビットカードみたいなのあんだよ、あっちとか。はいはいはい、BTS ラビットカード有名。いや、どこだろ。買ったよ、君も買いました。みんなでね、みんなに並んでこうパスポート見せてね。そうで、意外とその現地じゃ当たり前みたいなことでも、意外と他国の人だと知らないことってあるのかなって。あ、そうですね。そう。電車の乗り方、電車だけじゃなくてね。アホなの。今は例えばないし、日本の電車の乗り方を伝える YouTube じゃないからまあ遊びとか旅行したりとかね、ご飯食べたりとか、そういうのをどんどんやっていこうかなって思ってるわけでございます。しかもね、出身がね、結構みんなバラバラなんですよ、日本の中でも。ああ、そうですね。そうなんですか。いや、そうなんですよ。何したことなんだよ。知ってるでしょ。そうなので、まあ、あの、もう北の方、南の方、まあ、真ん中あたり、島国みたいな。島国いや、今、沖縄みたいな島国。まあ、でも島国か、一応まあ、一応島陸の孤島ですね。そうそんなとこもね、交えてやっていけたらななんて思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。そう、チャンネル登録何人目指す。じゃあ目標、はい、5人、オークションじゃないんですよ。8なら、パパママに押してもらえそうだよ。1万いやいや、なんで5、6、8、1万1万ね、そう言います。どんぐらい、どんぐらい。どんぐらいの間でってことね。はい、うん、半年、今からだからね、だから秋まで半年間で1万人。うちらのグループ名なんだけど、ビッグ・オブ・ザ・ワールド。ビッグ・オブ・ザ・ワールド。社長がね、黒豚ですよ。社長がめちゃめちゃ黒豚なんですよ。悪口やんどういうこと。世界にまあ羽ばたいているような。そうですね、ワールドワイド。そう、俺らは社長をもうこう担いでいくと。そう。で、ワンはこうちゃんを担いでいくと。いや、3人で社長一人一人持ってかんのよ。その流れでいくと俺すげえ覚えさ。まあ今日こんなとこでね、はい、終わりにしましょうか。したら、そうですね。それじゃあ、ありがとうございました。